はい、ということでね、今日はケリーカフェに来ております。今回はね、チャレンジメニューではなくて通常メニューをいただきに伺いました。で、一応ね、おすすめのメニューをパスタがまず2種類で、ご飯もの2種類のガレット1種類に、あと最後にパンケーキと、タピオカジュースですね、いただきたいと思います。で、とりあえずまずはサラダと、これ見えるかな、あのね、バタフライピー、青いやつ、こんな感じ、いいやつ。じゃあいただきます。あ、飲みやすい、うん、はい、あります。丸ごとトマトのジェノベーゼ、ありがとうございます。丸ごとトマトのジェノベーゼ、見えてるのか、うん、とりあえずサラダと、すみません、いただきます。サラダ、うん、追加の、トマトモッツァレラで、こんなんが入ってる、ブラードってやつ、本当にこれ、トマトのチーズはめっちゃ濃厚。
続いてこれ、とろとろ卵のガレットでございます。今回はご飯の方はね、ケチャップライスをお願いしたんですけど、あのバターライスもできますね。ご飯物が最後でタコライスです。ほとんどないけど、スパイスがめちゃめちゃ効いてるから香りが良くてね、ご飯が進むね、これは。最後のオレオパンケーキです。はい。これがね、オイタピオカとドリンクでね、ココナッツミルクです。これ。先にちょっと折っちゃいますね。
く、タピオカにもね、あのチョコが入られてて、このチョコレートの甘みとオレオの苦みがぴったりですね。めちゃめちゃ美味しい。断面見えるかな、こんな感じ。ごちそうさまでした。いやー、全部美味しかった。まあ、チャレンジメニューに来たお店にね、まあ、こうやって普通に来るとまたちょっと別の良さが味わえて、すごい楽しいですね。タピオカの方はお持ち帰りでゆっくりいただきたいと思います。